はい、今回のご質問こちらとなっております。ガラガラヘビ、あ、違うか、ガラが入った、あー、なるほど。まあガラガってこう続くと、もうそらガラガラヘビ。ガラが入った服の塗りはどうしてますか？うん、色ごとにレイヤーを分けて塗ってますか？それともオーバーレイやら上山やら使って柄をつけてますか？ということで、はい、今回ね、まあ、確かにね、模様どうするか柄、まあ、オーバーレイやら上山やらの効果レイヤー使うことは多いですね。うん、なんですが、確かにこれ気になるところだと思います。やっていきたいと思います。はい、まずこちら、白い服みたいなのがあって、こんな感じのね、簡単な服ございます。で、こちらにですね、ちょっとこう縦のストライプですね、縦のしましま、いわゆるストライプ、なんですが、こちらつけていきます。で、現状こういう通常レイヤーに今なってるんですが、もちろん通常レイヤーだともう全然ただベターっと塗ってダメじゃないですか。じゃあどうするか、上山、濃い色をねつけるときは上山がいいよっていうのあるんですが、上山つけちゃうとこんな感じ、黒い、不透明度下げて、なんか違うなと。オーバーレイにしてみましょう。黒のオーバーレイ結構ね使い道あるんで、こちらやっていきたいと思います。とすると、おや、お、結構いい感じじゃないですかとなるんですが、オーバーレイの悪いところ一つ、サイドが上がっちゃう。このサイドいらないかなと。そういう場合はどうするかですね。はい、この縦じまのレイヤーコピーします。そのままコピーして、こいつのサイドを下げます。ビャンと。はい、からの効果レイヤーの種類をサイドに下げます。サイドにします。こんな感じ。今の状態はこっちがオーバーレイですね。下がオーバーレイ、上がサイドとなっております。で、こちらのサイドを入れるとですね、グレーになります。で、不透明度をこう調整することで、少しこの線だけのサイドを下げることができるので、このコンビネーション、いや、コラボレーションはですね、結構まあ使い道あるかなということで、はい、こんな感じですね。ただこれだけでもちょっと良くないというのは、こう白い部分にオーバーレイって入らないんですよね。そのせいもあって、確かにこう光が当たってる部分っていうのは割と模様が飛ぶことはあります。なんですが、まあさすがにこれ飛びすぎだろということで、次にやることはこちら、またオーバーレイ、こちらコピーしてください。上の方に持ってきます。そして上山に変えます。こんな感じ。そして不透明度をかなり下げて、もうほんと 10% 前後くらい、うっすら入れます。するとこんな感じ、 10% ぐらいにしますか。はい、光が当たってる部分、白いところはうっすら入って、濃いとこにはちゃんとしっかり入るっていう、この区別ができてる、区別化できてるみたいな、差別化ね。はい、非常に優れてですね。で、ただこのままでもまだちょっと甘い、もうちょっとやり込んでいきましょうっていうことで、最後消しゴムのエアブラシを使ってですね、一番光が当たってるとこを、今これ上山のレイヤーですね、上山のレイヤーで一番光が当たってるとこをさらに少し削り取ります。こんな感じで、こっちもですね、ピョンピョンピョンと。はい、イメージは光が当たってるところはまあうっすら模様が入るみたいな、そんなイメージを持ってくれたらと思います。とするとこちらです。かなりバランスよくストライプが入ったのがわかるかと思います。うん、はい、これがやっぱり上山とかオーバーレイ単体だとなかなかねうまく入らないので、結構おすすめですね。そしてもう一つ、これ黒地に今度は白い線入れます。逆バージョンですね。この場合どうするかということなんですが、もちろん今通常です。通常だと当然こんな感じなので、まあオーバーレイしましょう。悪くない。ただやっぱりこのままだとまだねちょっと甘いので、今度は
影の部分ですね、影の部分をエアブラシでちょこちょこっと削り取る、こうやってすることで、はい、まあ、バランス良くなっていい感じで模様が入りますという感じになります。こんな感じ、はい、どうでしょう。なんですがこちらですね、もう一つやり方ございます。はい、これでも全然 OK なんですが、基本これでいいです。さらに面白く頑張りたいっていう方、レイヤーマスクを使ってみてはいかがでしょうか。ということで、レイヤーマスクはですね、このレイヤーの右下の方にあるこちらですね、このカメラみたいな、まあ、こちら使うことでどんな場所でもそのはみ出し防止ができると、まあ、そういった感じのツールになっております。実際使ってみましょう。使い方、まあ、まずはですね、ちょっとこれ一回通常に戻してレイヤー自動選択、もしくは選択範囲の色域指定ですね、こちらで、はい、この白い部分だけしっかり選択します。で、まあ、このまま塗り進めてもいい、色域とかレイヤーマスクの使い方自体はどっかでいつかまたねやれたらいいと思うんですが、まあ、今回質問にお答えするという形でこれでいきます。とにかく何かしらで選択しまして、そのままおもむろにシャッターチャンス、はいチーズカシャッということでやりますと、こんな感じになりますね。まあ、どうなってるかというと、この白いラインだけこう塗れるようになります。まあ、選択範囲で囲ってそのまま塗る方もいらっしゃるんですが、あれだとね、こう点点点点の破線が、まあ、ちょっと邪魔かな邪魔かなっていうのがあるので、こちら便利ですねと、うん、ということで改めてオーバーレイにします。ドンですね。で、まあ、一回消しちゃうとやっぱりその後でまたこうしたかったっていう時にちょっと不都合が生じる場合があります。まあ大体もちろんそういう時は複製しとけばなんとかなるんですが、こちらの場合ですね、もうやりたい放題です。はい、例えばちょっとこう暗めの色をスポイトで取ってかぶせると暗くなる、馴染む、なんならもっと暗い色を取ればさらに濃くすることもできる。なんでこうテカテカしたキラキラした質感とかの場合はもうこれでこう暗くしたり明るくしたりで、こういろんな色をどん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 入れられると。でやっぱりこういう場合オーバーレイ有利ですね。オーバーレイはあの効果レイヤーの説明でもやった通り明るくも暗くもできます。効果レイヤーオーバーレイなので、まあ、こういう模様をやっぱりこうコントロールするときはオーバーレイめちゃめちゃ強いですね。こんな感じでもう好き勝手暴れ放題、暴れん坊天狗ですよ、暴れん坊天狗。もともと陰影立体感があって、その立体感を使いながらその明るくしたり暗くしたらできると、まあ、それがもともとの効果レイヤーの使い方なので、もちろん効果レイヤーで入れてしまえばいいです。ただオーバーレイヤー上山一つポンとやるだけではなかなかね思ったイメージにならない、やっぱりちょっとなんか変な感じ、違和感が出る感じになりやすいので、まあ、うまく組み合わせると。で組み合わせるときにもちろん複数の効果レイヤー組み合わせるんですが、プラス消しゴムのエアブラシでちょっと削ったりすることでさらにうまく馴染んでいくので、まあ、そこまでやれば大体使えるとあります。でもっと頑張りたい方はこのレイヤーマスクを使ってもうやりたい放題やると、好き放題好き勝手やると、もう食べ放題1時間1500円ぐらいの感じでやっちゃうと、クレープ焼いたりね、綿菓子作ったりいろいろできるんでね、こう食べ放題って好き勝手やっちゃってください。はい、ということで今回こんな感じです。お疲れ様でした。はい、今回もねご視聴いただき誠にありがとうございました。次も見てみたいという方はね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またね、こんな講座も見てみたい等のリクエストがあればお気軽にコメントいただけたらと思います。以上、タカでした。